八戸市歴史民族資料館にある展示水槽愛知県における八戸市の所在地八戸金魚とは愛知県ヤトミ市周辺で養殖されている金魚日本を代表する金魚のブランドとされる八戸市に加えて津島市愛西市の旧沙織町域海府郡飛島村で生産された金魚が八戸金魚とされる日本にいる金魚の 全品種である26種類がすべて揃う産地である。約100ヘクタールの養殖地があり、約5000万匹を生産している。金魚の美数では、奈良県大和郡山市を下回るが、品種数、養殖地面積、売上高では雅美が日本一の金魚産地である。雅美市歴史民族資料館のロビーには22種類の金魚が水槽で展示されている。 江戸時代の文久年間、厚田を目指していた大和国軍さんの金魚商人が、東海道の前が主に宿泊した際、土地を借用して、ため池を造成し、金魚の水替えや休養に用いた。その際、この地で、寺子屋を開いていた金十郎が金魚を気に入り、金魚商人から購入して、飼育を始めたのが、ヤ富金魚の始まりとされている。やがて産卵や、孵化の方法も、 郡山の商人に伝授され、1868年に佐藤総重郎が採卵や孵化に成功すると、1884年頃からこの地で金魚養殖が行われるようになった。1897年頃には300ヘクタールの水田が金魚田に転換されており、金魚による収益は水筒による収益をはるかに超えた。大正末年頃には56兆部もの金魚田が、 あった。1895年に開通した関西鉄道、1933年に開通した国道1号などは、ヤトミ金魚の流通に大きく貢献した。当初は、郡山からもたらされた和金、オランダ、その他の雑種のみだったが、やがて東京から丸町、丸帳、デメ金流金、主文金集金などが導入され、 西日本、東日本の双方向に出荷するようになった。昭和前期には、郡山や東京が高級金魚の生産地であり、八トは、流金と和金を大量生産する産地だった。この頃には北、アメリカに対して輸出を行っており、1931年には20万尾を輸出した。日本における金魚の輸出は八トが先駆者とされる。 八富市の金魚店飛島村の金魚店宇宙金魚の子孫太平洋戦争中には一時的に金魚養殖が姿を消したが戦後には復興の兆しを見せた。1959年の伊勢湾台風では養殖業者が深刻な打撃を受け関東や関西の業者からの支援を受けて再び復興した。伊勢湾台風時には八富町の養殖場から すべての金魚が流出し、1 0トル以上離れた、津島市や沙織町の水路や水田でも多数、発見されたという。昭和40年代には、水筒の減炭政策が行われたことで、多くの稲作農家が金魚の養殖業に転業し、1976年から1977年には、金魚の生産量がピークを迎えた。 1975年の金魚養殖場面積は207.5ヘクタールに達している。昭和50年代には高級志向が強まり、卵中などの高級品種が飼育されるようになった。1978年の愛知県水産試験場、八戸指市道場の調査によると、金魚養殖の専業農家は11%であり、農業との兼業農家が65%だった。100%が、 個人経営であるが、51R から 100R の経営体が37%と最も多く、全国的に見ると経営規模は大きい方だった。地区別では 96R の芝居地区が最も多く、全神殿などが芝居地区に次いでいた。1994年頃のヤトミ金魚漁業共同組合の組合員は約130人、販売市場は3カ所。 年間の出荷量は7000万匹だった。1994年7月には日本人宇宙飛行士の向井千明がスペースシャトルコロンビア号でヤトミ金魚を用いた宇宙酔いの実験を行った。この際に用いられた金魚は宇宙金魚と呼ばれている。1996年にはエドキントランチューの後輩種が桜二色として新品種登録されたが、 これは日本で18年ぶりの新品種認定だった。2005年に愛知県で開催された愛知万博では宇宙金魚の子孫が配布された。2006年には八戸町と十四山村が合併し、市政施行して八戸市が誕生した。旧来から養殖地が多くある地域が市街化調整区域となったことで養殖地の埋め立てと宅地化が進んでいる。2007年には ヤトミ金魚のイメージソング、近所の金魚は、ヤトミの金ちゃんが完成した。2010年の金魚養殖場面積は56.6ヘクタールで、あり、ピーク時の4分の1程度に減少している。地区ごとの面積割合は、北部地区が7.6ヘクタールで13.4%、平島地区が6.9ヘクタールで12.2%、 芝居地区が20.3ヘクタールで35.9%、末広地区が11.1ヘクタールで19.6%、十四山地区が10.7ヘクタールで18.9%だった。2017年には野鳥による食害が原因と、見られる金魚の大量消失の被害が相次いで発生した。1968年頃には、ヤト金魚全体で、 約300件の生産業者がいたが、2018年時点では、約80件となっている。最も生産量が多い和金1932年時点の品種別販売数は、流金が70%、和金が15%などだった。百七十八年時点の品種別飼育面積、割合は、流金がセント、和金がセント。 デメ菌が13.1%などだった。1994年頃に生産されていた種類は、竜菌、デメ菌、和菌、オランダシシガシラ、アズマニシキ、タンチョウ、水芳岩、キャリコ、トサ菌、コメット、主分菌、超天岩、成分魚、ランチュウ、六輪だった。竜菌が26%、和菌が22%、デメ菌が13%であり、この三種類で、 約60%を占めていた。その他には、主ブ金、キャリコ、ランチュウなどの高級金魚が多い。2000年時点の生産量は、和金が1910万4000匹、流金が422万9000匹、デメ金が259万4000匹などであり、計3411万8000匹だった。2009年時点の生産量は、和金が800万匹、 流金が百三十万匹、デメ金が九十万匹などであり、計千四百六十九万匹だった。二千年のヤ富の生産量は、ヤマトコウリヤマの販売量のントだったが、二千年代にヤ富が急激に生産量を減らしたことで、二千九年のヤ富の生産量は、ヤマトコウリヤマの販売量のントとなった。ヤ富地域が、金魚生産が盛んとなったのには、 以下の自然条件があったことが挙げられる。低湿地で水に恵まれ、海に近いためわずかに塩分を含んでいること稚魚の餌となる、微人骨の生育に適した粘土質であること光沢を美しくする酸化鉄を含む土壌であること年間を通じて、水温の変化が小さいことやとみ金魚、卸売市場やとみ金魚は3つの卸売市場を有しており、 やとみ金魚漁業共同組合や民間企業によって運営されている。4月後半から8月には、週3回、9月から11月には、週2回、12月から翌年2月には、週1回、3月から4月前半には、週2回の競り位セ競りが行われる。ありがとうございます。